クレック軍はアメリカ合衆国テキサス州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12万1730人であり、2000年の11万1379人から9.3%増加した。軍庁所在地はロングビュー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は 南北戦争時の南軍の将軍で、戦中に戦死したジョン・グレックにちなんで名付けられた。グレック軍は、ロングビュー大都市圏に属し、さらに、ロングビューマーシャル広域都市圏にも入っている。グレック軍は1873年に創設された。この年に、テキサス州議会が招集された時、アップシャー軍選出の民主党議員、B.W. ブラウンが、ハリソン軍、 ラスク軍及びアップシャー軍の一部を合わせて新しい軍を設立する法案を提出した。ブラウンの提案では、新軍はロアノーク軍と名付けられ、ロングビューが軍長所在地になることになっていた。この軍名は後にテキサス州の指導者で南軍の将軍だったジョングレックにちなむものに変更され、軍長所在地は住民投票で決定された。 ハリソン軍とラスク軍は軍域が削られることに抵抗した。クレック軍ができた時は面積143平方マイルであり、サビーン川が南の軍境だった。1874年4月、ラスク軍内にあったサビーン川より南の地域141平方マイルが付加された。ハリソン軍内にあった候補地145平方マイルが譲られることはなかった。 1953年から1957年まで、テキサス州検事総長を務めたジョンベン・シェパードが、グレッグ軍内の生誕地グレードウォーター近くで、牧場を経営していた。シェパードは1949年の短期間、グレッグ軍聖委員も務めていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は276平方マイルであり、 このうち陸地274平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.85%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クレック群の公共教育は、下記の独立教育学区が管轄している。ありがとうございます。